がきつい時の練習方法なんですけど、まず音の出だしのアタックがきついっていうのはどういうことかっていうと、なんか例えば、真ん中の F とかペーンっていうこの下付けがちょっと強くなってしまうとか、なんか例えばそのファゴットだけで出ないといけない時にあのアタックがちょっと強すぎると、ちょっとそこあのアタック弱くしてとか、あのもっと静かに入ってって言われる時があると思うんですけど、そういう時は、練習法としては、まず下をこのリードにつけます。最初にタギングする前につけます。でここに当ててる状態、下を当ててる状態で発音の瞬間、まあ、いわゆるこう息を入れる瞬間に、舌をつけてたやつを離します。ターンターンっていう感じです。最初ちょっと音程とか気にしないで、あのとりあえずその頭の発音をあのしっかり出すぎないようにパーンって、特に F、何回も何回もこれ単音だけでやります。っていう感じで、ここにこうやってつけて離す、つけて離すっていうのをやっていくと、舌がどれぐらいの弱さなのかっていうのがあの理解できるので、なんかピッて明日特にピッて言うなと思ったらハーフホール開けすぎに注意です。だからちょうどいい具合っていうのは半分ぐらいです、うん、で、こう開けるっていうのもどうすればいいのっていうのがあると思うんですけど、ずらすイメージ、瞬間的にずらす。例えば F からゲー、開放の指、真ん中の開放の指からゲーの時に